Thank you.
偶然のお父様、イエス様、聖霊様、おはようございます。こうして雪の降るバフですけれども、あなたの名前を一番早くに賛美できるこの恵みを心から感謝いたします。今日は足元の悪い中、こうしてあなたの名のもと私たちここに集められました。この礼拝の最初から最後まで、あなたがこの輪の中心にいてくださって、私たち一人一人を祝福してくださるようにお願いいたします。過ぎた1週間はあなたの御手に守られて無事に過ごすことができましたことを感謝いたします。今日から始まる新しい1週間も、どうぞ私たち一人一人をあなたの優しい愛の愛と慈しみの御手の中で守り、正しい道に歩けるようにどうぞ導いてください。また何かの事情でここに集えない兄弟姉妹をどうぞ覚えておられてください。あなたがその場において彼ら彼女を祝福してくださるようにお願いいたします。日本の私たちの大切な、家族、それから日本の家族の兄弟姉妹をどうぞ覚えてください。特に、日本の復興作業に従事しているあなたに見捨てされたたくさんの方がいらっしゃいます。どうぞその方々の心と体の健康を一日も守り、そして、栗山地帯をはじめ、パースの皆様、クラッシュバンの皆様、それからリオの皆様、他にたくさんのボランティアの方があなたの名前のもと集められて日本の復興に従事されています。どうぞその方々を一人一人どうぞ祝福し、あばらを伝えてくださいますようにお願いします。私たちは日々たくさんの試練にあっています。私たちの口からはあなたへの賛美、それから人への優しい言葉が出るはずでなければいけないのに、心の中で騒いでしまったり、悪行を言ってしまったり、わが話に耳を傾けたり、あなたの望まないような水にすることがただしばしばあることがあります。どうぞその時は私たちをどうぞ優しく賛美してください。そして私たちの心を常に探り、私たちが正しい道に歩けるようにどうぞお召しをお願いしたいと思います。あなたが私たちがどんな人間であろうと、何を持っていようと何を持っていなかろうと、変わらず私たちを毎日愛してくださいますから、ありがとうございます。その愛は決して枯れることがなく、私たちの心の中にある水は枯れることがありません。それであなたが日々新しく愛を注いでくださることがかかっているからです。私たちも先に救われた者として、これからまだあなたを知らない人々に、たくさんの人々にあなたの愛を届けられるように、どうぞ私たちを整えてくださいますようにお願いします。そして私たちの心を切り裂くり、私たちに悔い改めを促し、あなたに一日も近づくようにどうぞ私たちの歩みを続けてください。ここに集められている、子どもたちをどうもありがとうございます。子どもたちはあなたに一番近い存在とされています。どうぞ彼らの心にもあなたが強く進んでください。そして彼らの日々を守ってください。私たちこの小さい村ではありますけれども、あなたに従い、あなたの言葉、あなたの言葉に聞き従い、あなたの御言葉に固く立ち、信仰生活を守っていけるようにどうぞ守ってください。この教会に与えられているあの先生をどうぞ祝福してください。たくさんの油注ぎをお願いします。これからあの先生はあなたの御言葉を取り付けてくださいますけれども、カトル先生の口を清め、そして聞く私たちの耳をどうぞ清めてください。そしてあの先生が語る一言を、私たちが耳だけではなく心と頭でどうぞ受け取ることができますように、そしてその御言葉を明日への糧にできるようにどうぞ私たちを整えてください。すべて私たちの必要なものをすべて整えてくださる神様、どうもありがとうございます。すべてのことに感謝して、尊き主イエスキリスト様のお名前のもと心からお祈りいたします。アーメン。それでは第2の礼拝であります、天気の時間とさせていただきます。天国にあるものという歌を歌いながら天気の時間といたします。どうぞ内子さんお願いいたします。Thank you.
さんおはようございます。しのぎなりになって礼拝を続けていきたいと思います。今日は、ね、小杉さんのお友達のねしのぶさんが来てくださっています。小杉さんはね、実はね、毎週こことね、教会に来てくれて、私たちと一緒に礼拝を捧げていたんですよ。ちょっと楽しみましたかね。よく来てくださって感謝します。それと、よしみさんが今日も来てくださっています。よろしくお願いします。新しい人が来るって、本当に私たちは、この今日番組、この教会が建てられていることを感謝したいと思います。日本語でないと、この神様のことは聞けない。そういう方たちがたくさんいますので、そういうことを覚えてまた祈っていきたいと思います。教会っていうところは、イエス様を信じる人たちの集まりであって、で、イエス様がこの一番頭で、私たちはその体ですと聖書は教えています。そして、一人一人がその部分で、まあ、今日も来ていらっしゃらない方がいるんですけれども、来れない方がいるんですけど、その人たちも風邪をひいているのか、子どもたちの行事に来れないのか分かりませんけれども、その人たちのことも覚えて、また祈っていきたいと思います。そして、1週間に1回、私たちはこうして礼拝をします。それは、まあ、学校でいうと、朝礼のようなものですね。でも、1週間に1回、私たちはその朝礼とは違って、堅苦しいものではなくて、本当にここに神の家族があるんですよ、兄弟姉妹がいるんですよ。実は神様は父であって、私たちはその子供なんですね。イエス様を信じると神の子供になります。私たちはね、神様が養子に迎えてください、そんな風に聖書に書いてあるんですね。だからイエス様を信じると私たちは神様の養子になって、この神様が持っておられるこういうものを、ね、受け継ぐことができるっていうふうに書いてあるんですよ。ここにいる人たちはみんな兄弟姉妹ですので、初めて来られた方も、まだ神様のことがわからない方も、そのような気持ちでこの時間を過ごしてくださると嬉しいなと思います。それでは、献金をしました。この献金は実は神様に私たちは生かされている、この命も与えてくださり、空気も与えてくださり、この環境も与えてくださって、ましては仕事まで与えてくださり、収入まで与えてくださって、もう毎日の食事まで与えてくださっているということに感謝して捧げるものです。だからその意味がわからない方は捧げることはしなくてもいいですので全然構いませんので、このように私たちは神様に生かされている、愛されている、そしてこの神様が私たちを導いて守っていてくださっているという思う方は、心からの感謝を神様にお捧げするものなんですね。ですから、そのための今お捧げしました感謝のお祈りを、敏子さんお願いできますか。